い、皆さんこんにちは、あやかです。今日はね、みんなが気になる就活についてをお話ししようと思います。イエーイ。今日はね、私がつい最近カナダの EC ベーシックっていうコースがね、受けれるスプロート賞っていうカレッジを卒業して、でもう次の日からちょっと働いてるんですけど、まあ、どうやって就活をしたかとか、まあ、後悔したこととかをねシェアできたらいいなって思います。まあ、みんな気になるよね、なんかビザのこととか、カナダの就活ってどんな感じとか。まあ、私は BC 州にいるから BC のことについて、特にバンクーバーとか、今実際にいるのはケローナなんで、そのケローナの感じとかお話ししたいと思います。でね、私がね就活始めたのはほんまに卒業の1ヶ月前で、もうめっちゃ遅かったと思う。なんかさ、早くしな早くしなっていうのも分かっとったんやけど、まあケローナに来てまだ落ち着い、やっと落ち着いたって感じでさ、土地勘もないし、うーんっていうのもあったんやけども、まあダウンタウンにあのままおってもそんぐらいなっとったかもしれへんな。でね、2年前ぐらいにね、私がカナダに来たんですけど、その2年前にもね、エージェントにね、就活するのは6ヶ月前がいいってね言われとったのをね思い出しました。すっかり忘れてて、ちょっとねそれが失敗したよね。やっぱさ、ビザ来んのにさ3ヶ月6ヶ月とかかかるやん。でね、特にね今コロナやからすごい時間かかっとるらしいんですよね。だからね、もう早いに越したことない。んでね、まあとりあえず今ジョブオファーをねいただけて今申請中、 LMIA っていうのを申請中なんですけど、それについてちょっと。で、私はね、実際にはね2つのデイケアのインタビューを受けました。で、1個目は実際ねプラクティカム行ってたデイケアにアプライしたんですよ。で、実習中にインタビュー受けたって感じなんですけど、なんかね、私のホストとか周りもねすごい私を推してくれて、多分その実際の実習の感じ、1ヶ月以上おったからその様子とかを見て、もう大丈夫よみたいな感じで言ってくれてたんですけど、私的にはねインタビュー全然手応えなくて、ぶっちゃけこれはね落ちたなって思ったんですけど、まあまあ結果出るまでと思ったんやけど、やっぱり落ちて。あとね、なんかねインタビューもね、そのエデュケーターから、私の時は5分とかやったよみたいな言われて、私も実際5分ぐらいですぐ終わったんやけど、まあ後からね何があかんかったみたいな感じで聞いたら、まあ、なんかフィードバックみたいなの返ってくるわけですよね。で、私がね面接の時に3-5のクラスがいいみたいな、まあ、絶対とは言ってないんですけど、なんかプレファーみたいな感じで言ったのが多分一番まずかったって言ったあれやけど、あれやったみたいで、まあ、なんか向こう的には LMIA とかビザのサポートをねしてくれはするんやけど、なんか今の状況ではインファント、その0歳乳児のねクラスの人材が欲しいみたいに言われても、そんなん早よ言っといてやみたいな感じやんか。で、なんか3-5のクラスは今そんなにまあいらんというか、その私がねインタビューした時はねいらんくて、そのインファントのクラスが今欲しくてみたいな。仮に3-5やとしても、もう多分ちょっとベテランでパッと入ってもう教育する必要がない人が欲しいみたいなアンサーが返ってきたんで、まあ全然私教育が必要やから、まあそれであかんかったんですよね。だからもうめっちゃ結構できる人で、英語もめっちゃペラペラで自分で何でもイエーイって感じでできるよみたいな感じな人やったら LMIA サポートしてでも雇ってくれたとは思いますが、あとインファントやったら。で、私はインファントの経験ないけど、自分の
なんか印象では325の方が合ってるかなって思って、325がいいなって今も思ってるんですけど、あのインファントもね、資格なくてもインファントを持ってる先生のもとやったら EC ベーシックだけの資格を持ってても、そのインファントのクラスで働くことができます。まあ給料はインファントの方が高いけどね、その分その資格手当みたいな感じかな、日本で言うと。そんな感じで、あの上増しみたいな感じやと思いますね。で、あかんかったわって思って次プラクティカム3に行きました。でプラクティカム3は1ヶ月なんですけど、でまあプラクティカム3はすごい私的には微妙で合わなくて、ここではアプライしたくないなって思って、まあハイアリングもしてなかったし、だからプラクティカム3のところではあれやったんですけど、大体なんか半分ぐらいはそのプラクティカムから就職につなげる子が多いと思いますね。印象、実際にもそうかなっていう印象があります。でも私は実際にそのプラクティカムから就職にはつなげられへんかったから、もう全く他のところからアプライしましたね。でその LMIA っていうのがね、カナダの政府に、なんでわざわざカナディアンじゃなくて異国の人を雇う必要があるんかっていうのを証明しなあかんのですよ。それなんでかっていうと、バン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 あの他の国から労働者をね引っ張ってきたら、カナディアンがもう仕事がなくなっちゃうからっていう感じなんですけど、それを申請してでアクセプトしてもらったらそのワークビザを申請できますっていうやつなんですけど、でそれをね今私は申請中で、まず絶対にまあ見てくださってるのは日本人やと思うから、日本人の人がそのワークビザを取るのには LMIA っていうのが必要やから、私はそのまずジョブバンクっていうのがあって、ジョブバンクにその記載をしなあかんですよね。実際にハイアリングしてみて、それでどうしてもあの雇う人が見つからんかったら移民じゃないや違う国の人を雇えるっていうルールがあって、そのハイアリングをねジョブバンクっていうところに乗っけて広告を、それ1ヶ月の乗っけなあかんんですけど、そのジョブバンクに乗ってるデイケアで私が通えそうなところを絞って6箇所ぐらい見つけて、それをで一斉にメールで送信しました。とりあえずあの LMIA をもしサポートしてくれるんやったらアプライしたいと思ってるんですけどみたいな感じで、で6件中3件、まあカナダらしいですよね、だいたい返事来ないんで、返事来なかったら電話って感じなんですけど、か出向くか、まあコロナやからね、あんまり出向きたくはなくて、で3件帰ってきて、今 LMI サポートしてませんみたいな返事が返ってきたり、でその中の1個が返事返ってきたから、じゃあ履歴書送ってみたいな感じで送って、でインタビュー受けて、そのインタビューがねもうね40分以上あってめっちゃ長かったんですけど、まあそれの様子もね、どんなやったかっていうのをまた話す機会があればいいなと思うんですけど、でそれで3日後には返事が来て、LMIM もサポートするし、一緒に働いてくださいみたいなの言ってくれて、オファーいただいてポンポンポンって決まりました。で私がその卒業を2週間前か3週間前ぐらいに無事に決まったって感じですね。で今ねコロナの影響で4ヶ月とかかかるんじゃないみたいななってるんで、でそっから LMIA がね降りてもまあワークの申請してみたいな感じやから、まあいつねワークが降りるかわからへんねんけど、半日だけ、まあ、1ヶ月だけちょっと働ける感じで、半日実際にもう働き出して卒業の次の日からね、で半日ボランティアみたいな感じでフルタイムで今やってて、1週間ぐらい経つんですけど、そんな感じで
やってます。で実際にね働いた感じのこともまあ次の動画でシェアできたらいいなって思います。でそんな感じでね、ビザってほんまにタイミングというかね、運、ほんまに早く来る人は早く来るし、遅い時は遅いしって感じで、今コロナで余計に遅いから、今就活してる人とかこれからの人とかももう早めにやっとった方がいいと思う。3ヶ月とかで、そうしたらさ LMI やってくれて、それもし広告 に出してなくても1ヶ月出せばいいから、それで3ヶ月前からやっとけば1ヶ月でビザ来るのに、LMI アクセプトしてくれるのに最低18日間あるんで、18日間以上かかるから、まあ2ヶ月でまあどんどんずれていくやろうから、3ヶ月前とかでも全然いいと思います。まあわからないことがあれば、私で答えれることがあればコメント欄でね言ってくれればお答えしようかなって思います。で私のね卒業間際の流れっていうのはこんな感じでした。まあとりあえずどんどんメールとか履歴書とか送ってインタビューどんどん受ければいいと思います。私は運よくね2個目で見つかったんですけど、トントン拍子で、見つからない人はほんまに見つからへんみたいだから、バンバン送った方がいいと思います。ではでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。